はい、ドンピクス様子です。はい、今回紹介するのはトラックコレクション。トラックコレクションって言っても150分の1じゃない。今回紹介するのは、そう、このトミカトラックコレクション。まあちょっと、どういうセンスしてんだよ、このセンスよ。センスよってな、お前。これ、どういうセンスしたらこんな謎しろな。もうこれライン、もうちょっと待って、ほんと勘弁して、ラインナップだよ、ラインナップ。ちょっと滑舌すげえ悪い。開封していきましょう、とりあえず。てか今超お腹痛い。下痢出そう。すいません、汚い。ちょっとめっちゃやだ。顔映るやん。あぶね。はい。こんなとこですかね。全然違うと思う。トラックコレクションつってもなんか全然あのジャンルが違うよね。じゃあちょっとこいつ出したこれ一番最初に出したこいつからちょっと待っておいてマジで。タンクローリーだそうです。何のタンクローリーなんですかね。あれ、あーびっくりした、開いた。これ前開いたよなと思ったらちゃんと開きましたね。エンジンがちょっとメッキで再現されてないのちょっと残念ですけど、これさ新品の時こんな硬かったんだ。なんかもうガバガバな印象しかないから。まあこの日産 UD のレゾナンスね、確か。これはあのコピートミカが、コピートミカとかトミカのコピーが作られるほどまあ人気なモデルだと思うんで。メッキのとこ見るとこれ牛乳のタンクローリーとかミルクローリーってやつ。あ、でも危険のマークついてる。よかったリア見といて。何のタンクローリーなんでしょうね。いいねこれ、ちゃんとこの黄色と黒の警戒色みたいなの使ってて、あ、いいですね、かっこいいですねこれ。買って正解。いやーかっこいいですねこれ。続いて紹介するのはこれかな、引っ越しの境。もうそんな曲じゃねえし。なぜこれを選んだかちょっとよくわかんない。四軸のビッグサムですね。ビッグサムなのはいい。なぜ引っ越しの境なのかが気になる。一応リアがこう開くみたいですね。引っ越しの境ってこんなでかいトラック持ってるんですかね。こんな10トントラックみたいな。とても持ってるとは俺思えないけど、まあきっと持ってるんでしょう。引っ越しの坂、未だにそういえばトミカにあるようなキャンターも。そしてこちら、イスズーのトラック、日本レンタカー。センスを疑う。本当に。なぜ日本レンタカーなんだ。ここにもステッカーありますね。会社で使ってるよ、日本レンタカーのトラック。俺関係ないけど。これさ、日本レンタカーの、昔トミカタウンにあったんで、これ置いたら絶対いいっすよね。でも持ってないから関係ないね。ノーミンポンター。はい、そして、これが一番なんか、しっくりくるといえばしっくりくる。鈴木キャリーの移動ラーメン店。これ、後ろのラーメン屋のこの部品は前紹介したようなキャンターのやつの、キャンターじゃねえわ。キャリーの、キャンターと、キャリーじゃサイズが別物や。多分、キャンターの、あーもう、キャンターでいいや、もうこいつキャンター、そう、キャンター、うん。ごめんなさい、キャリーです。キャリーのパーツを多分流用してるんじゃないかなって感じではあるんです。でも中は、ちゃんとメッキでこう、なんか再現されてますね。いやー、いいっすね、これ。なんか一台だけサイズが別格なんですけど、こいつはケットラやんけ。トラックコレクションに入れるんだこれ。いやーでも面白いですねこれ。まあというわけでね、今回はトラックコレクションを紹介しました。いいですね。
ご視聴ありがとうございました。